そのホテルは北国の出現を背に立っていた。うちの跡取りなんだわ、よろしくね。今日もいろいろなお客様がいらっしゃいます。お父さん、やってみてもいいかい。子供たちとおばあちゃんのことでいっぱいいっぱいでさ、もういいから。ホームレス女子高生がお相手しちゃいます。愛人だったの？愛人。俺はいらない人間だったんだよ。お母さんどうしたの？出た。ずっと嫌だったわ、ラブホの娘ってからかわれて。巻き込まないでよ。3月10日午前、釧路市内のラブホテルで男女の遺体が発見されました。死ぬ以外に選択肢なかったのかなって思うよ。私は男も女も体を使って遊ばなくてはいけない時があると思ってきました。セックスっていいものですか？ここは2時間3800円、裸の心が満たされる場所。ついに親から着信拒否された。私たち行くとこないのか。実感したいんです、自分の気持ちとかここにいた意味とか。ホテルロイヤル。フライデー。